はい、バテナコモダです。今回ですね、家で簡単に作れて美味しいスイカのカクテル、スイカのソルティドッグというのをね、ご紹介したいと思います。では行ってみましょう。はい、ではこちらのスイカを、だいたいこれぐらいですかね、ざっくりともう切っていきます。もうざっくりと、はい、こちらにこう入れていきます。まあ大きめのグラスでしたら何でもいいです、何でもいいです。はい、はい、そしてこちらのペストルという道具があります。もしなければ綿棒か何かでね、代用してください。これで潰していきます。もう種ごといっちゃって大丈夫です。はい、じゃあ絞れましたね。ロック系のグラス、グラスの縁にね、塩をつけていきます。一周全部塗るんじゃなくて、半分、ハーフムーンがね、おしゃれだし、塩がいらないとき普通の方でも飲めるんで、半分だけ塗るのがいいと思います。で塩はね、できれば岩塩がいいですね。店ではね、こういった感じでマルガリータソルトっていうカクテル用の塩があるんですけど、家には多分ないんで、できればあの岩塩がいいと思います。グラスの縁をね、こう濡らして塗るんですけど、スイカなんでこうスイカとかちょっとね、こうやって、はい、こういった感じで、でちょっと叩いてやって、はい、こういった感じで半分だけねつけてやります。塩がいらないときは塗ってない方で召し上がってください。こういった感じでグラスに合わせた氷を入れるんですが、家ではね、なかなかこういう氷あの用意できないと思うんで、普通のキューバアイスで大丈夫だと。キューバアイス用意しました。ここにあのできれば冷やしたウォッカがいいんですけど、まあ、家ではね冷えてることないと思うので、もう普通にウォッカを1オンス30ミリ入れますね。そしてこちらのスイカジュースを入れるんですけども、まあ、こういったね道具がありますバーにはないと思うので、何かしらねちょっとねこしながら、ね、あの茶こしとか使ってなんかこしながら入れてください。種が入らないように。さらにもう一回こうやってやるとまた絞れますんで、ある程度で最後もねこうやってやると結構絞れます。はい、そしてこちらでステアして完成です。味見は OK。はい、完成したのでいただきたいと思います。塩が美味しいんで、もう塩の方からいただきます。もうスイカが十分甘いんですけど、塩でさらにね美味しいです。スイカのソルティドッグ、この作り方だとねもう簡単に作れるんで、あの家でぜひ試してほしいです。バーだとねやっぱシェイクしたりとか手間を加えるんですけど、これでも十分、やっぱりね素材が美味しいんで美味しいです。この時期ね結構暑いから汗かくじゃないですか。だからねやはり塩分っていうのもちゃんと補給しないといけないんで、ね、すごく美味しいです。生のスイカのある時期しか飲めないんで、ぜひ試してみてください。というわけで今回は以上で締めさせていただきます。次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。